キャプテン翼っていう漫画あるじゃないですかこの漫画は日本で2つの爆発をさせたと思うんですよね1つは薄い本ですよねコミケという場所をですね大変な祭りに変えたのはもうこの漫画だと思うんですけどもう1つが世界中の人たちに、えー、サッカーって面白いんだっ,つってとんでもない影響を与えてる漫画キャプテン翼なんですけど実はこの漫画が大変な呪いをかけているんだということを僕は今日は言いたいと ということで、キャプテン翼から始まる、えー、サッカー漫画クロニクル。そしてですね、サッカー漫画書いたことある人いると思うんですけど、サッカー漫画を書くと、どういうことが起こるか、どういうことが大変なのかっていう話と、そしてですね、今回の代表の話、そして、話題のブルーロックと、そして、青足というね、この最近のヒット作についての話を、えー、したいと思います。今しかねえだろってうことで、ヤングサンデー、久しぶりのサッカー特集です。ヤングサンデー、スタート くり!」 誰かの言葉で傷つく時代が来る。毎度お仕事を疲れたんで、いよいよ無敵の3で明日を制するウォームアップここに置いて。 山田ダレジのヤングサンデー,ンンデーイエ,イエ,イエということでやってまいりました眠い大きな番組山田イジのヤングサンデーの時間でございます3試合はきつい,い3試合カメルーンいや韓国もさ良かったしさいや本当にね大変だよあなたも今年のもう、はい、今回のワールドカップはものすごいことが起こってますね,そうなねジャイアントギリングばかりなんか日本が何スペインに 勝ったら坊主になるって言ったの誰が言ったの言ったらしいじゃん人いるらしいです。いやここにいるらしいじゃないですか。それ取ったら坊主ってことですか。いやボーじゃないんだけど。忘れてたそれ言ったの。もうあのこないまあ実況させていただきましたけども。はいはいはい。金ハサミ持ってきて。バリカン持ってきて。いやもうじゃもうしますよもう終わったのね。見届けてから面白いものが見れますよ皆さん。 やっぱクロアチアに勝ったら坊主にしようかなえ何人のハードル上げてんのスペインに勝ったんですよどうしますいや怒るもんなんですね奇跡って奇跡なんだね2回奇跡が続くとそれはもうなんつうの実力だみたいな言いますよねめまいがしましたねいやちょっといろんなこと分析してえねみんなわわ言ってますけれどもあれですよ次のクロアチア戦も実況することになりましたんで。 おめでとう皆さんぜひお付き合いいただければなと思っておりますえ6日の0時つまり5日の24時から私また実況させていただきますみんなで見届けましょうこの森保ジャパンの行く末お前嫌いだって言ってたじゃんか俺ははっきり言いましょうアンチ・モリアスでしたでももう結果がすべてだからやっぱりあらもうそれはもうあんた男だよって言わざるを得ないな本当に 箱のはいいっぱありますよでもやっぱりまあ本田さんも言ってたけどやっぱりねまあもう名称と言わざるを得ないというか結果出したからね本田の解説のあの「さん」付けは本当面白いな知らない若手は「さん」付け距離遠いと「さん」付け」知ってると「呼び捨て」っていうさああいう素直なところいいですねいいよいいと思いますねとっても良かったと思いますねあと解説陣がさもうなんか往年の選手いっぱい出てきてお前松木型だよな おじさん、だろどこが解説なんだよ、文句言ってるっていうさ、それが地上波には多分ちょうどいいんですよ、だけど、ダゾーンとか、サッカーをしっかりスポーツ TV か、あるとかだと、ちょっとやかましいというかね、もうちょっと戦略的なことも解説してくれよと、その間がホンダだったっていう、ホンダが全部持ってたっていう。 解説のスキルも持ってたし、そうね。うん、面白いんだよね、あの人。面白い。関西弁だし。うん、そうそうそう。笑いも分かってるし。そんな感じでクゼさんはね、オス。オス。ワールドカップといえば僕ですね。ありがとうございます。なけなよ。もう完全にバカにしてんたらサッカーを。あのね、もうそういう言われ方は良くない。何？バカにしてない。じゃ何？あの興味がないだけ。うわごめん。一個ぐらい。だってレーザンもバキそんな興味ないでしょ。 今バキの話してないから僕にとってのバキポジションじゃあレイさんとってのバキポジションなんですよサッカーはそういうことなんそうそうそう野球もそうだよねあんまスポーツを一緒に見ポ全般だから今日はね僕多動なんですよずっと90分集中して何かを見れないんですよ映画見てるじゃん映画もだってこうやってうん清水さんが倒れますよ気をつけてくださいね何回も姿勢直したりするから映画ギリギリそうなんだはい 今日はもうその追い風にあやかってもう今しかないんじゃないかサッカー漫画これねだから後で見たらねあこの時こんなこと言ってたんだなみたいな感じでね見るんだろうねこの動画をねあの時浮かれてたななんつってあの時はまだ良かったよねとかさなんか言ってんじゃないのまあそんなそんなもんですよまあでも言うてレイズもサッカー漫画書いてますまねガチで書いてっから俺ゴールドバザーズホントつらかった だからつらかったもん。つらかっただ。三巻で打ち切られてますからね。<laughs> 打ち切りがつらかったですけどね。まあ,まあまあまあ。はい、でもまあそのサッカー漫画のね、うんえー、ノウハウとかもいろいろ今日、うん、語っていただきあんりがとうござすけど。んまりガチでサッカー漫画描いてた人って日本にそんなにいないじゃん。 うん村枝さんもサッカー知らなかったからさって,言ってたん <laughs> も「<laughs> ライダー」の方が詳しかったっつってそうそうそう, <laughs> そう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 いろんな漫画ありましたけどその「ざっくりクロニクル」はちょっと後半またね改めて、うんえー、やりたいなと思うんですけどまずはやっぱり礼二さんから「ー漫画、うん、まず読んでました 少年どうしキャップツバとかそのあだから少年の子ドカ弁とかやってる時期にありました。たださっき言ってたキャプテン翼って漫画は、はい、これあの高橋さんも言ってたけど元ネタがドカ弁ですよね。うんあやっぱそうなんだ。言ってましたよね。うん、でそうするとあのなんか翼くん美咲くんっていうあのまあ天才が二人いるっていうオールデンペアね。でそれがその山田いわき 全然あいわきやんこっち <laughs> 翼がいわきな翼いわきをちょっとあのちょっとサイコパスなとこあるしねまあそれはそうだってボールは友達とか言い出すんやもん、うん、だからまあ水島漫画の影響下には絶対あったと思いますはいはいはいそれで天才たちのれれ、うん、でそして,てそのまあ多彩な敵が貧しかったり才能なかったり、まあ、いろんな工夫をしてたり、うん、まあいろんなそのなんだろうなちょ,ちょっと変化変化型っていうか 変わり、変わり者がいっぱいやってくるというところもちょっと水島漫画に似てる。ただ割と裕福なんですよね。そうそうそう。お父さん船乗りで。船長やってる。いや、奥野さん、これが。あれです。あなたたちの世代に呪いかけたんじゃないですか。ええ、そうなんですか。はい、はい、はい、今回ですね。俺らの世代でもないけどね、キャプツバって。いや、キャプツバ。あ、じょ、えっとね。八十年から連載ですよ。え、すごい、八十年。そうなんですよ。そうです。つまりね。 あのバブルの夜明けから始まってバブル ここからまあ絶好調になるところまでまあ少年ジャンプで第一回目の連載が終わわけですまっやんさんで同じんですけどその70年代のその全教頭とかいろんなその暗い時代が終わって,、うん、わってここからうるせえ奴らが始まりとかうるせえ始まってました、ね、そうポストマードがの明るい感じがはい、はい、だ夜明けですよだ松田聖子登場と同じくらいにキャプテン翼登場ですだからまあ全体にこうふわっと日本がこう上昇し始めた時にあの翼くんが登場して、うん、何を起こしたか 夢ですよね、奥野さん、ね。夢を見せてくれますよね。これ夢を与えちゃったんですよ。夢を与える以上に、こっちが夢見ること以上の夢を見,見てるから、翼くんが。で、まあ、その、<laughs> 高橋さん自身もそれを、うんまあ、意識してやってたみたいですね。割とその、オ,オーバーな派手な、 アクションのある、ワクワクするような演出みたいなことに言ってたんで、スポーツの苦しさとか残酷さよりも楽しさっていうのに行こうとしてたんで、まあ誰もが翼くになれるんじゃないかという一種の呪いをかけたんではないだろうか、うん。なるほど,なるほど。でそ、それをまともに食らった世代っていうのが、えー、まああなたのちょい上ぐらいの世代ですね。そうですね、中村俊介とか、まああの辺の世代ですよね。ですね。うん、メッシなんかもね、 あのマラドーナはロナウジーニョもそうだしロナウジーニョマラドーナの次の次世代ですよねマラドーナは<う>、えー、現役でしたからねこの時ねだからもう漫画読んでるとかじゃなくて <laughs> <かに S 1> 子供じゃなかったんで <laughs> その当時の子供たちがこれにやられてサッカー始めるって言ってまあ一つ日本のサッカー文化みたいなの一つ第一期で底上げしてる。 これに読売とかのクラブチームが J に上がるっていうのでこう 2, 2段階目に上がっていって徐々に徐々にその日本のサッカーって盛り上がってくる<ー>なんだけどとにかくこれですよスタートは。はあ、でこれがまあ非常に良い漫画っていうか、まあ、元気にさせてくれる漫画だからこそうん、うん、がっかりも大きかったんだろうなとそんなに甘いもんじゃないっていうことを。 まあ知らしめてくれるようなまあ現実っていうのが現実のサッカーもそうだったし何しろあなたたちのさ世代が氷河期世代が食らったものっていうのはえ社会はクソなんだなと。<laughs> <laughs> <laughs> なんかこう、お花畑なこと言ってるやつはみんな嘘つきなんだなと。えー、現実を見てないんだと。現実というのは残酷だと。残酷なものほどリアルなんだっていうようなものの考え方をしてるじゃないですか。そして、ね、世界は、えー、自由なんかないんだと。うん、組織の中で少しでも上に行くしかないんだ。これが現実なんだっていう感覚の氷河期世代っていう。もうまさにブルーロックはそれですよね。まあ、うん、そうですね。完全にそうですね。 これ完全にデスゲームですよ、ね。デスゲームサッカー漫画、ねね、サッカー漫画デスゲームにしてたんですね。これだから原作しっかりついてしかもマガジンじゃないですか。うん、だからまあたね何人かでチームで作った漫画っていうのすごいありますよね。だから絵もしっかり描いてあるけどまあ企画がしっかりしてるっていうか。まあ要はサッカーで開示やろうっていうか。開示、うん、ですよねこれね。うんうん、えー。 でだからまあ閉じ込められた若者たちが300人で、えー、全員フォワードっていうそう切磋琢磨するというこれまだ閉じ込められてんのいや今別のとこに閉じ込めむ結局閉じ込められるっていうよりまあそういうそのちょっとまたステージが変わってるん,、うん、んブロックは一回お終わるというかそのステージ1は終わるというか夢見るティーンエージャーのフォワードの選手の中に300人 え、声かけた、声かけられた人たちが集められて、ペンタゴンそっくりの施設。<laughs> ペンタゴンはあれですね、アメリカ国防省の、うよの、え、建物そっくりのところに全員監禁されて、その中でたった一人が、え、代表、日本代表のストライカーになれるというのが確約されていると。で、これに脱落すると、え、二度と代表選手には選ばれないというような、えー、枠のくくりの中で、え、家にも帰れない。 スマホから何から全部取り上げられて、監禁されるわけですよね。<laughs> ただの人権侵害なんですけどこ、ね、れ、まあ、<laughs> はね、頭おかしいですよ。いやでも万代から許すすサッカーデスゲームですね。おだけどお、そこで言われるわけですよね。お前らこんな、その何ですか、ぬるい高校サッカーなんかで勝てると思ってんのかと。<う>で、俺たちがやりたいのは、そのまあエゴっていうね、その司令塔になってる男がいて、まあ元サッカー選手ですよね。そいつが、えー、目指すのは、 ワーールドカップで優勝するチームなんだと、うん、そのためには仲良しこよしじゃダメなんだとエゴイストが必要なんだっていうのがこれで時代がさほら、うん、お笑いもそうだけど、うん、そのディスらないとかさ、うん、なんかその叩かないとかさ、うん、そういう風潮の時に始まるんですよ。うん うん、だからもうそのエゴ全開でいけみたいなそのみんな優しくみたいな時期がもそれもにあったんだけど、うん、そこじゃそうじゃないとサッカーっていうのはそうまあエゴイズムがないと勝てないんだよというようなことを、まあ、言って一、うん、人のエゴイストがチームを牽引するんだよみたいな感じのかなりきつい話ですよねで何がきついってあれですよこの冒頭の一巻でね主人公の子は。 あれですよ。潔一ね。潔一は、まあ、ストライカーなんだけど、うん、もう、ここ一番勝てるっていうところで、ラストパスを友達に出すわけです、ね、日本人らしいやつね。そうです。うん、お前に託すっていう。これ、いい話ですよ。いい話ですよ。これは、美咲くんだって入れてるやつですよ。でも、外すんですよね。うん、これね。で、外したせいで負けたと。 ということで自分はそのエゴイストになりきれなかった男でもそれでよかったんじゃないかっていうふうに思っているのが主人公、うん、でその時に、えー、対戦したチームのやつっていうのがライバルになるのかなと思いきや,いきやしかも彼はすごくいいやつで、うん、同じようにそのブルーロックに連れてかれていくんだけど彼が最初に切られるっていうところから物語が始まるというねいいやつが切られて。 最初物語が始まるっていうことですねつまりこの物語は、えー、エゴイストっていうことそれから、えー、まあ言っちゃいますけど夢の呪い問題っていうまず夢を持ってなんとなくみんな成功しようできんじゃないかって思っているんだけど現実はそんなもんじゃないと。で300人いるけどこの中で実際にこれは現実問題としてそうだと。 そうです、ねうん、300人のストライカーがいて一、ねうんうん、つの世代で本物のストライカーでその日本を引っ張っていけるのはほんの一握り一、うん、人か二人だろうというのはリアルな数字ですよね、うん、だから夢夢っていうものに対するみんなが夢を叶えるんだよって思っていることの夢の呪いについての問題っていうの、うん、それとまあ、えー、妄想から現実へっていうのがテーマになってるとこれは少年マガジンでやってんですかやってますねだから少年誌で今そうういう問題 と向き合ってるんですね。日本の若者たちは。<laughs> そうですね。同時にあの通り部が自己犠牲のさ、話にどんどんっ、ね、なっちゃってる中、もうブルーロックがバツーンともうん。うんうんうん ですねエゴを出せ日本サッカーっていうのは調和のサッカーなのでいいところまで行くけど、うん、最終的にはエゴい人がいないからだめなんだっていうところが、まあまあ、要,要はこれさっき言った夢の呪いからの解放キャプテン翼で、えー、なんとなくみんなが楽しくやってるサッカー。 動物、ど、ボールは友達だと言っていて、<laughs> って言ってたね、サッカーにね。うん、これに対して、はっきりと喰らわしてますよね。うん、ボールは友達じゃないんだ。球体下僕なんだと。言っ、ね、道具なんだって。このセリフではっきりと、キャプテン翼に対して宣戦布告しますよね。そうですね。これブルーロックって何を倒そうとしてるかって言ったら、キャプテン翼を信じてるようなお前ら。 を倒すぞっていう戦告から始まる物語でしたねちょっとだからそれは面白いしあの同時にあのさっき言った氷河期世代感すごくあけど<ー>俺ね<ー>どうしても乗れないのは、うん、やっぱりあれなんですよあれと一緒であの、えー、なんだっけねえっ、ー、とあのさもう一つ氷河期世代のやつでさ,さやったじゃんリアンさんで。 じゃないワートリのほうがワートリの時に言ってたけど組織の中でっていうやつじゃんあとランキングがあって順位付けがあって必ず今何位とか出るとかっていう俺ああいう大嫌いなんだよねああいうの学校思い出しちゃうから学校の偏差値とかうの受験みたいなものをすごく思い出させるっていうんで組織内で競争するっていうことは俺すごく抵抗があるんだけどこれやむなしと思ってる世代なのね。 まあそういうもんでしょと思っちゃってるというか何にでも順位,、うん、順位があって、うん、そのジャンルの中でね、うん、その中でまあその切磋琢磨するというか、うん、だからまあ一番とオンリーんナンバーワンとオンリーワンどっちもあるんだけど。うん まあだから上がっていきたいんだったら何番を目指せよみたいな,なんいう,うん。うんうん、管理されてる中で今お前は何位だっていうのが出るんだよね出ますねでそれをこうつけられるのね、うん、何番っていうさ、うん、300人中何位で主人公はほとんど底辺っていう、うん、ところから始、まあ、まると言って、えー、いうことですねなんかあ思い出すのがこれって要するに大黒さんこういうことでしょマラドーナになれるかマラドーナになれるかっていう漫画でしょ、うん、でマラドーナはあれじゃないですか エゴイストだけど、うん、チ,ームチームメトすごく大事にししてましたよねそうです、ね、だからこの辺のところがブルーロックどうするのかなっていうちょっとひひあの興味持つところではあるかなと思いますね。っていうのは逆にチームを強くするのかもしくはチ,チーム内で孤立していくのかどうなのかっていうこと。ではそこをここからブルーロックがどう描いていくのかは、うん、ねえ個では勝てないのが実は。うん サッカーなんですよそ<う>だけどそれをだこれがね野球だったらまたちっ違ったんだけどブルーロックが、うん、でもサッカーっていう絶対にその集団のスポーツを舞台にしてそのエゴイズムっていうのをだから、まあまあ、はまあある意味正反対のことをやってるんだけどだマラドーナとかはもうなんかその。 まあ、あの時代だからこそっていう部分があって、うん、もう今は本当にそのそれぞれの,あのポジションでタスクがあってね何をしなきゃいけない歯車戦術のためのそのね一部品になってたまにそのをガッとこう凌駕するっていうだからそれが個なんだけどじゃあ仲良くすするなななっていいいうことでではないじゃないですか面白いのが、うん、全員がフォワードっていうのがまだ設定して面白くて。で チーム作らされて勝ち残りをしろって言われるとで得点入れたやつは上に行けると、うん、3得点入れられたらっていうこと結局個人技が勝ったやつは残れると、ね、だから誰もが俺にパスをよこせもしくは、うん、ボールを持ったら自分で行こうとすると、うん、だから誰もパス渡せないって、うん、でこれが非常にその原始的な小学校サッカーになるわけだよね全員が球を追いかけるっていう、うん、でそんなことしてたら逆に勝てないっていうことが わわかるわけですよです、ね、途中がねだからその中で目覚めた2人が 2>、うん、俺たち組んでやるかってなってチームを勝たすために犠牲になるっていう選択をし始めるっていうところから物語が始まっていくわけですよね、うん、逆に面白いねよサッカーとは何かっていうのは<う>まず一人一人から始まって、うん、これじゃ勝てないからどうするっていう。 でもこの2人で協力してもある限界があってそこを超えるのはやっぱその個々のあれで、うん、っていう、うん、まあある種のく、うん 繰り返しっちゃ繰り返しなんですけどでも一回初期化するっていうまあ今のサッカーだとね、うん、いきなりこうフォーメーションから始まっちゃうからよく分かってないけどでもとりあえず俺が俺がっていうところから始まってそれじゃ勝てないっていうのを体で学んで、うん、で勝つためにどうするかっていうのを一歩一歩見せていくっていうやり方をやってるんだけどこれはちょっと漫画としてすごく面白いですよね、うん、面白いですわ面白くなかったですお前めちゃめちゃ面白がってたな <laughs> <laughs> そう俺だってみんなの LINE にサッカー漫画おもろって入れたのに <laughs> 誰も変身してれなかったね <laughs> 違うこれねあの、ブルーロックがサッカー漫画かっていうところのラインなのよこれあそうなのそれが絶妙に面白いのよ、うん、もうただただ面白いブルーロックも誰も死にはしいんもんね、うん、あれねそれはこっから分からへんあそうですか、うん、で奥野くんごめんなさいちょっと目開いてる目開いてるよほんまに <laughs> だいぶなんかちょっと酔っ払ってるみたいなあの圧力強すぎひん <laughs> <laughs> 宇宙戦に乗ってるみたいそう結膜炎は悪化へんかで左目がちょっとあれなのでなんかせっかくやし眼帯でもして出ようかなっていうのをやってこのセットを買ったんでせっかくなんでヤンさん本編でもねせっかくなんでユニフォームは分かんない <laughs> せっかくなんで眼帯の意味が分からへんないせっかくなんで三家断平でもええでしょ <laughs> 分かりましたもう日本で一番似合うと思うよ俺これ皆さんコメントお願いします <laughs> いいいやや面白かかっったんでですすよサッカーーのルルは知てるじゃな僕だってサッカーの一番シンプルなルールゴールを入れたら得点が入ってそれで勝つっていうそこから一緒にやってくれるからみんな強いけどね僕も見たことないっつったってんか周りが「いやいやいやや言うてくれる時あるからじゃあスーパープレイでも見てみようか」と思って YouTube で「サッカースーパープレイ2021」とかその年のゴールがすごいやつが見れるやつの。 総集編とか見回こうクルンってやってチュンってやって後ろこのんかヒールでキュンってやってあこれすごいブルーロックにもあるんやとかっていうのを見て楽しんだりとかねそういうのはしてますまあサッカー知らなかったらねそうあんだなって思って面白いと思う面白い知らん方が面白いかもしれへんこんなん実際ありえへんよっていうのないから俺には趣味ちゃんはどう読んだのブルーロック これ、あの、今、ここで感想を言う感じで大丈夫なんですか聞かれたやん。うん。<laughs> いや、あの、やっぱ僕は、その、キャップツバとか、リベルの武田とか、カットビットとか、シュートとか、そのぐらいなんですよ。で、しかもざっくりな感じで、うん、なんか、その、印象的に、その、キャップツバとかは、なんかその、必殺技がそのあるじゃないですか。はいはいはい。なんとかシュートだみたいな。うん、だから、なんか僕らでも、ファンタジーみたいな感じで見てて、うん、でその、91年に、その、J リーグが発足されて、 でそこからプロリーグができてってっていう感じでその時、まあ、自分がちょうど高校生とかそんぐらいだったんですけど、うん、なんかもうあのワールドカップに行けるっていうことは結構もうファンタジーぐらいのイメージだったんですね僕のそうだったね。でこれがもう今30年ぐらい経って、うん、あのブルーロックとかこの「青足とかになってくると結構その描いてるのがなんか学園とかそういうとこじゃなくてもっと規模がでかくなってて、うん、なんかそのサッカーというものに携わる組織とかユースとか。 で、そのなんか今の日本代表に足りないものみたいな、すごいこう、規模がこう広がってってるというか。あ,あ具体的になってるよね、その、そういう意味では。完全にそこだと思う。う,うん、う,んうん。だからなんかすごくリアリティがあるというか、なんかその、今のその20代ぐらいのオリンピック世代とかだったら、もうなんかその、なんていうんですか、あの、ワールドカップに行けるなんて当たり前とか、 なんかその海外に移籍するなんて当たり前ぐらいの感覚なんで、僕のそのキャプツバー当時のそのファンタジーっていうものよりも、すごい今ってリアルな方にこう移動してる感じがして、それがそのブルーロックとか青足とかには、まあ結構そのリアルさっていうのが強調されて描かれてるなっていうふうに思いました。 普通の感想がまた炸裂 <laughs> しましたね <laughs> あ。でも、<laughs> あれなんだよ。やい, <laughs> いや、これって読んでる人との人生にも共通するんだけど、うんうん、まあ、どうしたらいいのっていう具体的な答えが欲しいんだよね、うんで。数字を上げるためにはどうしたらいいのかっていうことの答えを模索する場が欲しいんだと思うんだよね。うん、そこをちゃんと与えてるっていうかね。あと、実は、 このエゴイストだらけが揃ってるとはいえ、うんえー、やがてチームが一つずつ一、まあまあまあ、つになっていくという過程を描かれているわけでまあ俺が俺がと言いつつもそれぞれに悩みがあったり過去があったりというのが少しずつ分かっていって協力関係みたいなものができつつあ,あるみたいなそれが序盤展開です、ね、すそうじゃないですか、うんうん、そうなると面白、うんね、くなくなってくるんですよ。だから作者は、うんうんうん それをまたセパレートしてっていうのを繰り返していくてうん、うん、てい残酷ゲームを続けるんでしょそれがデスゲームメソッドで,でだから、うんまあ、なんかなんつうかな サッカー好きなのかどうかは俺わかんないな。サッカー好きなのかもしれないけど、うん、もうすごく企画,企画の匂いがす,すごいしますだから、これやると今受けるだろうなっていう企画ですよ。ものすごいよくできた企画だと思います。デスゲームでやるって。かなかなか、八番ダイバーとかも同じデスゲームやってるんだけど、八番、はい、ダイバーって個人スポーツ、じゃあこ個人競技じゃん。まあ、ああの、将棋,ね、<laughs> 将棋なんでね。だから、俺が勝てばいいっていうだけでもう完結してるんで。で、負けたやつはいなくなるって分かりやすいんだけど、うんうん、このブルーロックに関してはチーム プレイができなきゃいけないのにエゴイストにならなきゃいけないっていう矛盾抱えさせられた戦いっていうこれって本当に実社会でよくあるやついやそこなんですよ、うん、本当にそうだと思う重なりますよね、うん、これだから社会人が読んでも 面白いでしょ、うん、会社の中で俺が俺がってやってたら絶対に勝てないまあうまくいかないわけですよねそれはもう何でもそうだよねだからあの時に協力し合いながらやら行かなきゃいけないなっていうことで,でそれで、えーまあ、俺が俺がって結局マラドナーナになろうってやっていくと何が起こるかっていうのが、はい、描かれてるんだけど、うん、結果的に俺っっってててなだ話になってくるのねねあそうです、ねうん、自分がない人間が自分を作っていく、うん、なんとなくみんな はこうしてるからこうしておけばいいじゃんと思って夢が叶うと思ってた、うん、要はそれに翼チャイルドなんだよね。翼チ,ャイ翼チルドレーなわけで。<laughs> だからそのボールは友達でやってれば世界行けんじゃないかって思ってたんだけどそうじゃないと、うん、じゃあどうするんだっ,つってそこから始まる自分作る物語という意味ではまあよくできてるなぁっていうふうな,な印象でしたね。ねあともう一つ言わせてもらうとあの <laughs> ま、岸君も今日、スラムダンクが公開されましたけど。そうなんです、ね。めちゃくちゃバガボンドですよね、これ。あ、そうでした <laughs> だからその、漫画家の絵描いてる方が、この人めちゃくちゃ井上竹彦フォロワーですね。そうですかたくさんいるけど、この人特にそうじゃないですか。 <え>そうなんだ<何>全然それピンとこないけどゆらゆら,とか,ゆら,ゆらとか言ってジャッキーがまとわられたあの演出っていうのはまあバカボンドを後期でや,やたらとやってたあの邪悪な何かみたいな、まあ、薄墨で描いたりとかするやつの展開とか、うんまあ、あとは、まあえー、何だろうな試合中の演出とか、うん、まんまっていうのはたくさん。 出てきました。当然、当然だよね。影響を受けても当然だなと思う、思う、う思いますね。あともう一つ、なんか途中で東京リベンジャーズになりますよね。なる<か>そ<う>過去過去、どこ え過去行くのだるいみたいなキャラクター出てくるじゃん。ああ。あれ、あれ背負って出てくんじゃない友達が背負ってさ、金持ちの友達が背負うじゃないですか。ああ、レオ、レオと、あの、あいつね。そうそうそう。あれ完全にないんですよね。あの、ひよってるやついるでしょ、あれ。だよね。マイそれみたいってことだからすげえ同じ雑誌の中で影響を受け合ってんだろうなっていう、これはもう森川さんに聞いたら一番わかると思う。森川さん。 あの2人はレさんあの二人のドラマなんですよこれ実はいやだからあれが一番売れんだよじゃそうなんだけどこのあとそうなんですかもうすごいんだよあれじゃ皆さん見てくださいこのあのドラマ見てくださいって言ったよこれはいいけどまあそうそうなんですかはいまあでもよくできてるなっていううんまあそうですねでまあ思ったのがはい まあ、Z 世代に向けてるよねっていう。<ー>なすごく感じますよね。だから、まあ、いい子のまんまじゃいられないよねっていうことで、うん、俺、これだと思いますよね。欲望を手放すなってことで。あ、それは感じますね。めちゃくちゃ皿ざんだよな。ああ<ー>、うん。だから、育さんが、ちょっと今の若者やばいよねっていうことのメッセージっていうのと、うん、ブルーロックのメッセージ、そして青脚のメッセージは全部重なってますよね。青脚も青脚も。青 えー、共通点があって、ここからアオアシの話行きますけど、アオアシはあれです、スピリッツでやってるやつですね。で、これは、先ほどのブルーロックとはちょっと対局にあるっていうか、若干対局にあるっていう、どう対局にあるかっていうとですね、うん、えー、まあ、そもそも自分中心の男なんですよね。うんうん、だから、エゴイストなんですよね、彼ね。うん、だから、俺が一番上手いから、みんな俺にボール集めろって言って、やってきて、いくつかのチームでは浮いちゃってダメだったんだけど、愛媛のとあるチームで行ったら、 こいつ面白いねって言って、チームで、こいつを立たせてくれたおかげで、うん、まあ、大活躍することができたんだっていう経験があるっていう愛媛の男の子の物語ですね。そこから始まりますね。かすねだ,だから、ブルーロックの主人公が持ってないエゴイズムみたいなもの、俺が一番だ、みたいなもの、うん、もしくは譲らない、人に譲らないみたいなものを最初から抱えてる物語としてスタートしてるので、ね、ちょっとまあ、極端、違う向こう側、 だったなとは思うんですよね。うん、で、これ、また、またあれなんですよ。また井上岳彦なんですよ。あ、今またですかま,ま、こいつめちゃくちゃ、あの、花道に似てるよね。ううね <laughs> だから、<laughs> 花道が考え始めるっていうか。うん <laughs> だからその気合い一発で俺のとこに、ま、任せろあのでまと、あ、もは花道っていわきですからねど、うん、かべんいわきですよね発、はい、球を持ちますよねまあだからそんな感じで気合い一発なんとかなるからみんな俺に任せろって言っている王様キャラがそれじゃ勝てないっていうことを東京に行って現実にぶち当たって考えなきゃだめだって言って考える足っていうことで青足っていうことですよねこれってねえ本当にえ違うんですか 本当に何えどういうこと桜木からってどういうことええあ桜木から足ではないと思いますけど、でも、あの、いや、だから、その流れであおいやいやいや、そんなことないと思うすそれは違う、それは違う。それは、全然違うところってるそれは哲学者の言葉をそのまんま使ってると思いますけど、考えら、人間とは考えられてるんで、あの言葉をまんま、だから、その言葉は、あの女の子が言うのはちょっと変だけどね。ね。 あの女の女子に言わせない方がよかったけど、ね、ちょっと取ってつけたくなったけど、あれで楽しかったねと。企画が、うん、そう、鬼のなんつってね、<laughs> あこれ、担当、あれです、この青橋、あおわし、あの、担当、俺と一緒だったんで、えー、しかもスピリッツじゃんで、見たら、もうやになっちゃった、発行人が立川さんで、やんさん出てんじゃん。<laughs> <laughs> 呼びましょうまた呼びましょう。ま、ょうそ,れそれで、担当が、小木野軍だから、アリエネの担当だったの。うん、だから、アリエネ終わった後に、青脚担当してんで、あれなんかサッカーマンが始まったんです、始まるんですよって言ってたんだよね。うん、これだったのね。はい<ー>、うん。で、まあ、その時空に立てたのが、考えようってことですよね。考えよう。これも翼くんと対局にあるっていうか。 動物、動物の考えてボールは、じゃこれはあくまで初期の話ですよ。ボールは友達っていうところからスタートしてサッカー楽しい。そっからのスタートに対して、いや、そんな甘さ、甘い考えじゃ無理だと。そんな超人的なプレーは普通できないと。はいはい。ちょっと目覚ませと。現実を見ろと。いうときに、プレーを一個ずつ考えようよっていう話。そうですね。で、しかも、このキャラクターむしろなんかね、マラドーナというよりジーコですね。 ああ。だからジーコーは、あの、グラウンドで他の選手がどの位置にいるかっていう100、100%把握したかっていう噂じゃないですか。あ<ー> <laughs> どの選手がどの位置にいるかっていうのを常に把握してるキャラクターなわけですね。神の視点ね。神の視点で、つまり、まあ、真ん中ですね、ミッドフィールダーの、うん、まあ、まあ、 人たちが結構そういうこと言いますよねこれネタバレになっちゃうけどブルーロックの潔も同じ能力持ってるんですああ能力近かったね空間把握能力空間把握能力ですねでもそれだけじゃ足りないから今やばいんですよあそうなんですまあ今はまあ楽しんでらっしゃる楽しいもうどっちも楽しいんだけどあそうなんだそうなんだ だったらよかった。<laughs> 楽しんであったり。<laughs> 確かにジーコですね。ジーコ。ジーコイニエスタとかシャビとか、ね、あのラインとか。中盤で、日本ー俊介とか支配すると。それは、だから、その前線で俺にボールをよこせというやつが成長すると、まあそこに行けるという。でも、うん、そもそもが中盤のキャラ、あの、せ才能があったっていうのが、まあ、わかるように、最初から仕掛けられてますよね。ああ、そういうことか。うん。一貫の序盤でもうすでに、うん あの時にこの選手はここにいたんだっていうのをコインで示しますよね。こいつ全部覚えてるって覚えてる。で、そ、それがサッカーを全体を理解したってことは考えることができる。考えるサッカーができるやつなんだっていうことを最初にこう見せてますよね。提示してまし、ね、い勢いだけじゃないんだって言って、彼はその一歩ずつ一歩ずつえ考え始めるんで、スラムダンク花道っていうのはまあ、この人は花道は 考えない、考えずに、とにかく地道な努力をするっていうところから一歩ずつ言ってましたけど、あま,ね、まあそういう感じで。全国大会の前ぐらいかな、1万本シュート打ったぐらいで考え始めますね。考え始めますよね。<う>でも、このキャラクターは、まあ最初から、で、まああともう一つ大事なのが、エゴイストではあるんだけど、うん、え対話を始めるっていうのもとってもいいですよね。うんうん でとりあえず、エンジン組んで、どんなプレイしたいみたいなところから、みんなと話し合うことによって、チーム作っていくっていう。うんうん、で、みんなで考えるっていう。だから、意外と、エゴイズムの話ではなく、脱エゴイズム。うん,うん。強力な話を書いてますよね。そうですね。うん、めちゃくちゃリアリティありますもんね。そう。ユースチームだし。 それまでそのサッカー漫画って、まあとでやりますけど高校サッカーが舞台だったんですよね、うん、だからまあ日本の高校サッカーってやっぱ甲子園と同じ,、まあ、同じぐらいとまで言わんかもしれんけど、まあ、盛り上がるもので、うん、ユースってあんまりそんなに定着してなかったんだけど、うん、この「青オがもう徹底的にユースのその。うん 舞台にしてブルーロックとはまるで対局の現実に根ざしたこっちはもうファンタジーブルーロックはファンタジーでしょファンタジーですむしろあっちの方がキャプツバの系品なんですよねうんっていうことでまあ両方ともうんちく漫画なんだよねサッカー漫画だからむしろ俺プレイヤーよりも解説者が作ってる漫画だなという感じはするいです あ実際にフィールド立ってた人たちが考える感じではなくて、うんえー、サッカーって何だっていうことを外側から見てる人が作った漫画になったなっていう感じはするんだけど、うん、でもこの作品がヒットしたりもう理由っていうのはおそらくこの2作品共通するテーマがやっぱ主体なきいい子からの卒業っていうのをでもうはっきりと打ち出してる。 両方,両方ともそうですよね。ブルーロックもアオアシも主体なきいい子なんですよ。うんはい、はいはいはい。で、両方とも自分を作っていかなきゃいけないっていうことですね。だからまあ、アオアシの方は一見その、まあ、あるようなんだけど、田舎で、その、何も知らなかったっていうところで甘やかされていて、自分はとてもいい環境にいたからこそできていたってことに気づいていくわけですよね。うんうん、そうするともう、もう一回ゼロから始めなきゃいけないから、自分作りってことなので、ええー、まあ主体を作っていかなきゃいけない。俺っていうものを作っていかなきゃいけないよなって。 っていうことに、えー、なっていくっていうところが、まあ非常にゼット世代感あるようなっていうね、お<ー>あ,りありますね。分析分析するとまあそんなふうには見えますね。<ー>この今の漫画っていうのはね、はい。なので、えー、でまあちょっと一言言わせてもらうと、はいこのいい子から卒業しようっていう漫画ではあるんだけど、うん、もうね漫画もいい子すぎる。 <え>だからね、漫画表現ってもっとね、あのー、不謹慎な方がいい。<laughs> 俺はそう,思う。おおうん、だから、何してんのっていう個人プレイが欲しいのよ、はいはい、漫画って。うん、でも、もう本当によくできすぎてて、うんうん、はみ出してないんだよね。うんうん、はみ出す時も、前例のあるはみ出し方してんだよ。だから、井上がはみ出したことを真似してはみ出すとか。れ作画ってことで,です作画っていうか、漫画全体がそうだよね。だ一つの枠が、誰かが成功した枠の中で作ってんだよ。 テンプレみたいになってはいそうだデスゲームの枠があってデスゲームの枠は超え,えられてないし、うん、そ,そこの漫画ってもっと破天荒でいいわけなんだよと思うんだけどそこにリアリズムが入ってちょうどよくなるんだと思うんだけど何、まあ、か割とこちんまりしてるっていうのがまあいい印象ではありましたけどよくも悪くもだからこそなんか、まあ、ある種リア,リアルな感じはすごいするけど日本サッカー 真面目すぎるって言うけど、うん、日本漫画が今すごく真面目すぎてる。<ー>代表に対してみんなが憤き通る感じを今、俺すごく今の漫画にすごく感じてしまう。うん、もっと無茶苦茶でよかったじゃないかなっていう、ちょっとまあ、気ちが。そうするとさ、とほら、うん、あの、キャップツバーに戻れってことになるね,ね。そうなんですよ。だから、キャップツバーに戻らなくても、マインドは、うん、ああいうふざけた、どっか破天荒なマインドは維持しつつ、 えー、なんかこう大きく変えてまあ漫画がだから最近個人でできなくなってるんだろうなっていです万太郎さんみたいなテイストがいるって必要だってことですかね。マンガ太ってことですの中なんだ、ね、本当？うん、地獄甲子園とか読みました だから、ああいう枠なんだよ。ジャンプの中にある前、JA、衛枠なんだよ。だでも、それむちゃくちゃ難しくない難しいんだけど、最初にそれをやる人がいて、広げてきた歴史があるんで、うん、無難な売れるものっていうことで、こう言ってる感じがすごいするんだよ。どの漫画の作品も。特にメジャー史はしょうがないけど。うん、ただ、その、だからジャンプが強いんだよ。新人の訳のわかんないやつ通したら、とんでもないことになるみたいなことが起こっちゃうし、 まあ進撃の教授なんか割とそうだったねねマガジンでも、うん、あーなるほど、ねうん、だ,だ,だから本当にその確実に当たる企画っていうのを大,人大の大人がものすごい考えて作ってる両方ともでもそれだとやっぱジャンルとしてこのサッカーも野球もだけどスポーツ漫画って非常にその具体的なフィールドがをはみ出すことが難しくないですか SF だだったらあれだけど、うん、ね ただまだその同じスポーツの中でもいろんな表現があって表現されてない部分もあるんじゃないのうん、うん、だってその,そのなんかな心理面だけでもいろんなことできるじゃん、うん、だから戦術に特化してもいいけど、うん、まだまだなんか可能性はあるんじゃないかなうんうんそこはもうね小津安二郎が言ってましたけどね可能性はもう現代っていうことでそんなわけでこの2作品は僕が思う何と戦ってるのかと。 実はサッカーで敵と戦ってるんではないと。はい、海外と戦ってるわけでもないと。はい、ブルーロックと青オ氏が戦ってる相手っていうのは漠然ですよね。漠然としたものとの戦いですね。<ー>だからここがまあ一番。 俺はすすごいなと思い,いいななとと思ったわけです、うん、漠然とした夢を追いかけていく、うん、漠然としたいい未来みたいなものに向かって努力していくあまりにも漠然として具体性がない、うん、だからあらゆる努力が虚しいんだよみんな今の世代って<ー>今の世代だけじゃないね日本全体がそうだって努力が報われないんだからだから報われて結果が出る努力 方法みたいなものに行こうと。漠然とした努力はもうしたくないんだよ。漠然とした。ランキングが出て、ただそれは。金も入って、そう、シュートちゃんと決められて、でそういう具体的なところに向かっていく、確実な何かが欲しい。っていう、そこへ向かっていく努力の話なんで、今までは、スカイラブハネケーみたいな、非常に漠然としたもので、こう。漠然とはしてないですよ。 スカイラブハリケーンが何か分かってますね。 いやいいと思う「スカイラブハリケーン」は漠然としてるよおかしいもん何等身なのかも分かんないしあの時やってる時でもねそうそう黎明期はそれでよかったんだワクワクが止まらないだでよかったんだよサッカーはそれ伝えてくればよかったのさそれはジャンプだったんだだけどそれじゃ勝てねえなっていうのを散々味わった後に出てきた漫画っていう意味はそうですねただ俺がそこでちょっと悲しいのは破天荒さっていうのは漫画で大事だったんじゃないのかなっていう気持ちがあるって話してるだけ そうですね、うん、だからえいい子なんだよ漫画が、まあ、漫画がいろいろ見た十分破天荒だと思うけどないや見たことあるやつしか出てこない。 キャラクター造形も。キャラも造形も演出もアイデアも全部見たことあるやつだからんかあのモニター見ながら君たちに言うとかさんかちょっと最古のやつが。才能の原石たちそれをサッカー漫画でやったところは新しいけどっていうとこですよね。そういう意味ではねだから認めるけど最古のやつが最古なふうに演出されて出てきちゃってるからもうつまんないんだよ。なるほどね。だからもっとできたはずなんちゃって本当に考えてんのっていう。それはは実 もっと若手に、あのーま、若手信用した方がいいんじゃない、うん、若手のめちゃめちゃさを信用した方がいいんじゃないの編集者の人はってちょっと思う。だけどそれじゃ売れないんだよね山田君って言われたらすいませんっ、ね、て。<あ> <laughs> 売れませんでした。た売れませんでした。<laughs> っていうふうにしか言わねえけど、しょうがねえだろそういうふうに思うんだよ。なぁ。まあ、そんな感じで、えー、ちょっと僕のサッカーの話していいですか奥野さん。え僕がサッカー漫画書くまでの話ちょっとしていいですか お願いします。よく考えたんです。はい、確かに、ゴールパンは、うん、まあ、めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ破天荒ですね。めち,ちすよめちゃくちゃ破天荒だけど、これ先日のことやろうとしてたしね、俺。それはそれやろうとしてたの <laughs> してたよ。だって、今日,今日やりますけど、<laughs> うん、フォーメーションまで考えてたんだから。で、しかも俺、あれだから、金子達人さんのところまで行って、相談してから専門家のところへ行って、で結構、その、プロのグ,ロングラウンドにも何回も行って、いろいろ取材もしてきてます,ますからね。 こんだけ言う山田イジがどういうサッカー漫画をどんな破天荒さかっていうのをちょっと説明してもらってい <laughs> いですかせっかくあんだけブルーロックとね「アオアをさいい子すぎるって言ってた本気はどんなものを描いたのかと。<laughs> <laughs> <laughs> こうすると、売れないっていうのをみんな。売れんくてもいいんじゃん勉強してね。山田さんの漫画が好きなんや。3, 3巻で、俺の大好きなヤングサンデーで3巻で打ち切られるっていうの。いいや、何回でも。<laughs> 元気に書いてくれてたらええやん。 <laughs> なあ元気に帰ったぞ。元気に帰ったよっまあ、えー、基本的にぼぼ僕らの世代も、はいまあ、キャプテン翼なんだけど、俺はキャプテン翼別に読んでたわけじゃなくて、ただ、はい、僕らの世代、ちょいしたぐらいはキャプテン翼にやられたっていうのと、86年にマラドーナ登場。はいはい、はい、マラドーナはの時に俺、86年なんで、この人があのイングランドの,あの神の手、うんぬん時に86年ですからね。はい、あの時俺デビューしてますから。だから、もう、もはや、あれなんですよ。 あのサッカー見てる余裕ないっていうかもう映画プロにいたんで。 見てる余裕なくただただよく覚えてる当にこの時の騒ぎはよく覚えてますよでみんながマラドーナのま似をしてたしまあマラドーナでマラドーナの自伝とか読んだりとかこの人の研究しましたよだから主人公の鋼ザンクっていうのはアルゼンチンになったのはやっぱマラドーナが面白すぎたからですねでこの人の7人抜きだっけ一人でゴール決めるじゃんあれもんだっけ4タッチほんとわずか数タッチでゴールまで行くっていうまああの神の手の後のまあ伝説 説があるんです,ですまあそれらすべてが全部面白いしこれとキャラクターとして最高なんだよね。そう。本当漫画のキャラクターですもんも<う>ね。うん、何が一番いいかってチームに愛されてるのね。そうですね。チームというかもう世界中の人が、うん、そう。チームレンとがみんなこいつ大好きそう。だからまあそのその辺がクライフと違う。<laughs> <laughs> で、この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 、ヨハンクライフがすごく面白くて、うん、で、僕はそのサッカー漫画やるときに、うんえー、サッカーの歴史を勉強してたときに、この人がトータルフットボールってのさ始めるんですよね、ねこれね。つまり、今まではその、一人のペレみたいな天才がいて、うん、そいつを中心に、うん、まあ、エゴイストサッカーですよね。うん、で、まあ、シモペを作ってね。 そいつをおとりにして走らせてみたいな感じで直感的なサッカーやってたんだけど、このクライフ登場から全部変わるんですよね。うん、この人がフォーメーションを作り、ゾーンを作り、サッカーそのものをシステムに変えてしまった。うそうですね。まあも、もうあったけど、それまで先日もシステムも変えてしけど、ね、もう、あの、それを徹底的に全員がさその、そういうその役割分担してみたいな。 ートータルストロールっていうのを生み出すわけですよ。で、この人がまあ大活躍して、まあ、クライフの時代っていうのを作るんですが、久世 <laughs> さん。 今レイさんのことかな、え、この話してる人マラドーナだと思ってましたって言われてますよ。いや、そこはいいな。全然似てへんやん。いや、バルデラマだろ、俺、むしろ。まあ、いいや。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんね。ごめんね。ごめんなさい。はい。でもこのクライフさんが何が面白いかって。ディエゴ、エゴイストで、テントリーや俺が中心って言ってたのが、すげえ愛されてて。で、この人トータルフットボール、みんなのサッカー作るんだけど、この人。 サッカーチームの中でかわいそ,うそれでこの人ゴール決めるとみんなハグしに来ないの一人でガッツポーズでかこの人のその,ちその過去の映像を見ると「クライフ決めたー!」っつったら一人でジャンプしてガッツポーズするだけって<え>みんな寄ってこないのええ。ええ。人望がないの <laughs> だから一方でもみんな「ディエゴ大好き!」っていう人と「もうお,お前は」 その、システムはいいかもしれないけど、性格嫌いみたいな感じになってたクライフ。これが、まあ、サッカーを。選手の時からそんなに、あの、いいシステムやってはったそうそうそう。選手の時からそんなことしたら。そそう。選手でやってて、その後監督にもなりますから。嫌われる。それで、まあ、でかい、その、え、クラブチームを牽引するという感じになるわけですよね。はいはいはいで、この、これがもうとにかくもう、もうすでに面白い。トータルフットボール、孤独、それから、まあ、カリスマ、まあ、ちょっと、 気合いみたいなさ。で、っていうやつと、もう一つ、当時有名だった、割と話題だったのファンタジスタっていうのが登場するんですよ。僕も知っそれでバッジョですよね。かっこよかった。で、流れを変える魔法使いっていうのが、なんつうの、フォーメーションの中にいないやつ登場。みんなフォーメーションで動くんだけど、こいつ勝手に動いてるってやつが登場する。だから、このあたりからサッカーが然面白くなる。そうですか。そうですね、奥野さんね。いや俺もだから、バッジョぐらいから、マラドーナとか、 クライフ間に合わなかった世代なんですよね。バッジをがあのー、うん、あれ、PK をね、うん、失敗するのよ。そうです。そうです。もう、とかもう、だから、それが、あの、あの時、な、どういうことが起こったのか、うん、子供の時だか、分かんなかったんだけど、後から知ると、あ、バッジオ。 必要が外すってそういうことだったんだみたいな。いや、すごかったですね。はい、で、一方ね、ジャパンはどうかというと、まあ、この人が大活躍。<っ>この人はもうすでに渋滞の時にブラジルにいて、はい、ブラジルでっていう。そう。外線から始まるから、もう格が違ってんです。この人。もうダンス。そうですよ。数ダンス。まだ踊ってます。まだやってんの、あれダンス。<laughs> そうそ,うそう終わらない。まだよ。で、まあ、この、この二人の時代。決 普通にまあ武田とかついたりなんかしてあ、ね、まあそのまあいわゆるこれが俺ビーバージンを書いてる時に始まるんです。ああそうか。だからもうビーバージンの最強のライバルはサッカーやってなきゃダメだったのこの時期。はい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 九十一年にスタートした漫画で恋愛のライバルはサッカーやってますよそれは普通。やってますでだからその元美っていうキャラクターを作ってっていうことをやっててビーバージンを連載中にドーハがやってきます。か三十年前やも。だか俺そうだよ、まあ、俺。 B ーバージョ書いてた横でドーハの悲劇見てたってアシスタントも呆然としてましただからそれちょっと昨日のことのように覚えてますっていうねいこれがドラマでしょここから始まるもんちゃ盛り上がってたもんねこの時こだから今ドーハで勝ったわけよ<俺>でこの時に森保さんいるわけよどこルスタメンだったんだえ グランドでうなだれてる中に森保監督いるんだよ。ドラマー。ドラマでしょう。で、同じ場所でリベンジですよ。面白い。で、まあ、あの時も森保さんパッとしなかったわけよ。でも出てたんでしょ、試合にもちろんですよ。うん、それはね、<ー>活躍したかったら全員そう思ってるわ。そうでしょうね、うん。で、しかも俺もロスタイムまで本当に大丈夫だと思ってたもん。これで決まりだなと思ったら、<ず>こんなことって起こっちゃうんだなっていうのがありましたね。うんうん あ,あ,ありました、ね、だ,かだからこれによってな日本サッカーって盛り上がるんだよ逆に、うん、アメリカに行こうって歌ってたのに行けなかったからみんな泣いてたもん周りも泣きますよこれうちの母ちゃんも泣いてたし「<laughs> うん、日本あかんかった!」って言って「お前サッカー知らんやろ?」って思ってたけど。うん 素直なな人んで J リーグがねこの2年前始まってるから僕は始まった時にミサンが買ってましたからそういう流れの中でミーハーがいっぱい一番ピークの時にドーハが起こってっていうことになったそう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 でさこの時にアメリカ行けなかったくせにみんな見るんだよサッカーワールドカップでその後フランスも見るんだよだからああのまなんう その海外の選手の次元の違いにみんなびっくりする。うんうん、J リーグのふわっとしたサッカーがこんなもんだろうと思ってたら、うん、え、ちょっと待って、足にボール吸い付いてねとか。 スピード感も違ったし。ワンタッチで回すとか、うん、そういうの知らなかった。もうなんかバレーボールみたいにボールが動くとか、うん、そういうの見たことないからみんなもう本当とドギモ抜かれるんですけど、うん、そんな中で、あ、そうか、各、えー、そのチームの代表選手は、普段はクラブチームってところにいるんだってことにみんな気がつくわけ。<う>で、そこでベッカム登場ですよ。で<ぁ>、ジダン登場ですよ。<laughs> そしてんんそうう、そういう、ラウール、えーロ、ロナウド出てきます。全部同じチームに入れんじゃねえよっていう<え>、ギャラクティコが登場。 しうしますそうこれそうなん。はい、レアルマドリードレアルマドリードすごいですこの銀河系軍だこの銀河系軍でこれあのサブがラウールっていうね <laughs> そうなんだよねラウール下がるとサブ示談になるっていうね,もったいねこれね示談とフィーゴが両サイドいきますからね、うん、こ,このチーム強かった 実はこの1個前の負けれれがいる頃のが強かったですね強かったけど同時にバルサもまあまあ強かったああそうかそうかまあでもこれは一番そのんだろうなあの漫画みたいそうオールスターで出てるみたいな感じだったからやっぱすごかったよねだからワールドカップ一通り見て各チームのすごいやつがえ全員いるのここにでそしたら一方バルサにもいるつまりスペインのクラシコっていうその2チームの 競合対決っていうところにきょ、うん、まあ、集中してんだな、みたいなことに気づいていくっていう、こういう流れで、うん、まあ、うん、俺自身もそうだし、うん、日本中が割とこういう感じでサッカーっていうものを、こう、ええー、体感し始めた時に、日韓ワールドカップ。来ましたね。来ましたね。その時にですね、僕直前に、漫画打ち切られてますんで、はい、そしたら、その時の編集長が、言う、 サッカーマンが書かない。あおめでとうございます。ゴールドファンスです。ここでね。ここでようやく54分。合流しましたね。ドロしかない。ここれですよ。これですかうね。だから、なんぞの、ヤングサンデー当時、サッカーマンがなかったんですけど、えまあ、やらないかと言われて。うん。などうした めちゃくちゃその会議室の匂いするよね。<laughs> 日韓ワールドカップだから、ね、企,画企画の匂いがあ。それはその通りで。うん、でしかも、それは村井田さんも言ってましたよね。サッカー漫画だったらいけんじゃないかって。うん、結局企画なんてそんなもんだの、ね。だから、誰か書くやついねえかて。で、俺と同時に、これと同時に始まったのがミニスカサッカー部っていうギャグ漫画ですよ。なぜそだからミニスカートでサッカーする女子の漫画と、俺のゴールドパンサーズ同時で、俺が負けたんですよ。満を持しましたね。ミニスカサッカー部に負けましたよ。<laughs> ミニスカサッカー部の漫画でした そんで俺その時にまあサッカーもちろんさもちろんサッカー好きずっと見てるわけでドーハーあたりもずっと見てるし、うん、その何、えー、だろうなんかそれおあのいろんな思いもあるわけですよ、うん、で書、えー、いてみたいかって言われたら「ちょっと書いてみたいよねさかまんが面白そうじゃん」っつってそ,、ねはい、そんでその時にたまたまハマっていたチームが奥野さんこちらです。ミラン あ、そうだったの、はい、ミラニスタだったのミラニスタでした。<laughs> あ、そうなんだ。その時の。イタリアのチームですよ。はい、ミラニスタって言い方嫌や。イタリアのミランの。何が何がいや、このね。いや、本当にキレキレの時のシェフチェンコと、イタリアのインザーギのツートップっていうのが、これが本当に美しかった。まあ、確かにね。で,で、そこルイ・コスタが回す。 そう。で、横にガッツうともうバケモンがいるんですよ。うん、それで、それが、まあ見てて,て、ね、よか、で、ずっと見てるうちに、あれちょっと待てよと、これ、ポルトガルの人が、あの、ウクライナにパスしてんだなとか、そうそう,そうそうそう。ポルトガルの人がイタリアにパスしてんだなとか、な、うんならブラジルにパスするんだなとか、っていうことで、あれ、これ、すげえ国際的なチームでいいなと。で、インテルっていうイタリアのチームがまさにそれをやろうとしてて、もう、なんちゅうかな、インテルって、その地域のチームじゃないと、世界チームだと。 <laughs> っていうことでやってるっていうんで、イタリアシセリエは面白いなと思って、これはいわゆる多国籍チームだし、ボーダレスだし、NGO みたいだなと思ったの。<ー>ノン・ガバメント・アニメシテーション。だから、これ、これこそが俺は、 次のの世界を救うことだとだ思ってたのあらららら,らな,な分断じゃないとなるほど、ね、で NGO っていうのは国じゃないっていう、うんうん、これクラブチームって完全に国じゃないよねまあすまあうんうん、うん、だなと思って、はい、ええー、ちょっとこれちょっとこういうのやりたいなと思ったわけですよね、うん、それでいきなりぶっ飛びます発想が隠し子、うん、隠し子の逆襲の話し,しようと思ったんです にどうしたのだから漫画家なんで関係ないじゃんね今サッカーの流れここで僕が思ったんですよかつて日本にもマラドーナがいたとマラドーナのようなすごい選手がいたとだけど足がね病気になって足を切断することになってしまったとそれでその男が世界中を放浪して世界中のサッカーの強いチーム国に行ってそこで子供を作って 世界中の強い国の、サッカー強い国の女を抱いてってことサッカーの強い国に行っては、うん、女を抱き、うん、子供を作り、はい、っていうことを11人作って。ミルクジーをやったってことでしょ ?11 人の隠し語が、全員ハーフっていうね。はい、それで主人公はアルゼンチンのハーフで、 で、まあ、最初に出会うのフランス人のハーフのトラなんですけど、みたいな感じで、えー、こういう隠し子チームの逆襲っていう漫画をですね、えー、考えて打ち切られました。面白かった俺好きやった <laughs> これ。そうなんですよ。黒<ー>さん、こういうの一言でなんて言うか。<laughs> わかります?。何なのうん、破天荒。破天荒,ね、破天荒ですよ。<laughs> 破天荒ですよ。破天荒ですよ。でもな。いや、これは破天荒よ。ああでもな、俺は先代からの漫画っていうのは自由でいいんだぞと。哲す<あ>先生がめちゃめちゃやれと。いうふうな教えを受けてるから。<笑><笑> ねでしかもね大倉さん聞いてくださいよドイツのキャラクターを出すときはもうめっちゃドイツとはみたいなこと言って決して甘くはないそこうんちな決して甘くはない自然環境が関係ないやんその中のゲーセンを生まれニーチェの歌いベッケンバーはオリバーカーが超えたいいよねこれが漫画でしょもう中二を超えてるよね中二を超えますわブリーチ超えてるもんブリーチ超えてる もう、いいでしょでも、<laughs> これやってる車の先生と霊さんだけですよ。<う>イングランドのロジーなんいホームレスの格闘家ですからね。格闘家やもん。<laughs> はい、そんな感じで。でも実はこれサイボークゼロゼロなんやろうとしてたん<ー>ですよ。ああ、はい、俺そういったボーダーレス、しかも、えー、えま、あその、 傷を抱えた、しかも国籍のない子供たちっていう、うん、そしてまあ親がろくでもなかったっていう子供たちが集まってサッカーで、だったらつながれんじゃないかっていう、そういうことで、えー、フォーメーションまで決めてました。あ、素晴らしい。普通、うん、ト,トップです。<laughs> <laughs> ね、これ考えんのすげえ大変だったいいっ、ね、でもこれだから金子さんと一緒にどうしましょうっつって、うん、もうねあのディフェンダーはねどこの国がいいですねなんつって、うん、やっぱりスペインのバスク地方にバスクの門番って言ってですね、うん、最強のディフェンダーが揃ってんですよなんつって、うん、えじゃあもうバ,バスクの、えー、出身のスペインのターナーってやつにしようって言って、うんうん、これちょっとあれですちょっと面白いのがこれあの ゴールキーパーコロンビアの麻薬運んでる男なんだけど。<laughs> <laughs> サッカーちゃん <laughs> <laughs> このゴールキーパーコロンビアの麻薬サッカーだ <laughs> フォーバックの、フォーバックの真ん中二人これあの、ナイジェリアの、あの、シゲっていうのと、これはあれです。あの、アイドルオタクです。フィギュアとか大好きで。 って <laughs> いうやつです。で、このターナーっていうのは詩人なんですよ、久世さん。はいはいはい。それで、これはあの、当時、ミツルが流行ってまして。はいはい。あの、ああ絵描いたりする人でしょあと、あと、その間、<ー>間のこととか、そのイラストと、あの、詩を書く男で、はいはい、だからこの、オタク二人がセンターでこう守ってるっていう、その、はい、あの、最強の夫人になっております。うん、最強なのそれは。最強の夫人になってますね。だからこれがあの、シゲですね。 その,あの詩人っていうのもあるでしょ、はいはい、言葉の方なんでしょそのサッカーであいつのプレーヤーは視野って言われてるわけじゃなくて普通にちゃんと詩人なんでしょ <laughs> そう。ね、で<も>だからむちゃくちゃやと思ってただ。だけどみんなそれぞれが実はサッカー好きだったっていうのがあって主人公のザンクが行ってお前本当はサッカーやれてんだろっていうことでそれぞれのやってることをまあその中断させて合流させていくっていう展開が3巻。 漫画心のこれ傑作ですね。この3巻は、本当に。いやー、これはでもむちゃくちゃですよね。今、今から見返してもゃくちゃだもん。漫画だろうがよそう。これが漫画だろうがよそう。俺、逆境9とか読んだ時の、あの、わけのわかんなさを感じましたもん、これ。村先生、なめんな演出とかさ、必殺技がファンタジーとか頂上現象じゃなくって、その、その、3巻やる前が、ファンタジー。仕組みがもう、 なんかいいだろう<の>みんな強硬国だぞ、これ。全部揃ったらすごいぞ、これ。揃ってる、揃ってる。そう。で、俺は、その、韓国が前線にいるのがまた気に入ってんだよね、<ー>このね。韓国のインカっていうのがね、よくてね。うん、で、こいつだけがお父さんと、その、まあ、接触があったっていうくだりがあって、うん、これでお父さん許さないみたいな感じのやつがあったりとかね。えー、まあ、そんな感じで、やべえよ、このさん。 これ、俺、この後、この絵の話もしたかったし、ま、間が黒に来る。いや、ま、ちょっともうここらへん参 <laughs> ったか参った誰<を>俺が参った。<laughs> 打ち切られて。生活に困った。<laughs> 困った。<laughs> 続き書いてくれ。みんな頑張ろうな。みんな頑張ろうな。長く見たかった漫画ですよ。俺の。俺もレインさんの読者だったから、こうもリアルタイムで読んでましたけど。むちゃくちゃなことつくんなと思ったもんね。これがヤングサンデーになりますから。俺、だから、あの、この発想、僕がです。みんな仲間みたいな感じ、みんな俺の子供みたいな感じになってますから、今ね。だから、お前ら。 みんな俺の隠し子だからな。<laughs> <laughs> っていうことで、ファミリーを作った、うん。はい。はい。あいうことで、まあ、やんさんですよ、これは。だから、僕のサロンの名前がゴールドパンサーズになっているのは、そういうことなんですよね。はい、ゴールドパンに入ってください、皆さん。はい。はい。の中でよろしくお願いします。はい、というと、はい。まだこの、先ありますけどね。はい。本当に。はい、うん。<laughs> 逆に、こ、これぐらいさ、なんか、その、ボーンとさ、突き抜けた、うん。 発想ってどうやったらできんだろうねっていうところの方が知ってる隠すの隠す。筋肉入りのタパルト。<laughs> 俺以外が <laughs> 俺以外が売れていくヤングサンデーです。ありがとうございます。うる,うるさいご <laughs> ということでね、山里サッカー漫画クロニクルとか特集、さらに盛り上がっていきたいんですけど、もうちょっと全体的な流れとして、日本のサッカー漫画ってどう変遷をして、ブルーロックに至ってるのかっていうところまで、あとね、奥野さんね、サッカー漫画でね、どういうふうに描くのが難しいかの話します。それ前半半ににししてかかったけどまあいい後ぜぜひひ 面白いよ、サッカー、はい、え、ここでお知らせがございます。うん、まずですね、来週の山田0ジのヤングサンデーはついにこの日が来てしまいました。来たね。メイドインエビスならぬアビス。ビスならぬエビス。 なんか、ちょっとあれですけども、なんと作者が来ていただけるそうで。しかもジョージの兄貴。アリスからハイ上がってしてくれるそうです。いや、俺もだいぶね、持ってかれてるんでね。あなた、ジョージョジョジョが。価値の生産が始まってるよ、そうですね。価値の生産がね。しかもね、オリカさんも来てくれるんで。いやー、どういう状況 <laughs> <や> <laughs> 何話す,んですか前回話しできなかった部分もあるので、うん、それの話とあとつくしさんってめっちゃ面白い人なんで、うんまあ、クリエイター論みたいなこともと聞いてみたいですね。うんえー、ということでつくし明人さんと森川丈二先生をお招きしてあと俺が言ってた「ABIS」は漫画家沼か、うん、みたいな。 話を、あ、うですね、クリエイターの地獄かっていう説に関して、本題、え、聞いてみたいと思います。はい、ということで、えっと、まあ、今年もう一番。なんつんだろうな、わけ、のわからない充実した放送になるかな。いや、つうか、今年すげえ充実してるよな。そうですね、なんだかんコロナ開けてから、ありがたいっすよ。うん。こ皆さん見てくれて、いろんな縁も、ありますし。たくさんの縁があって、まだ終わってないですよ、まだ十二月頭なんで。 あ,<ー>あれなんですけども<う>そんでら、えー、さらにですねその次の週は川端康成特集っていうのを急にこうバーンと、えー、変わるんですけども、えー、やりつつ24日ですね、うん、12月24日のヤノドリュラングサンデーはなんと公開生放送今年最後のクリスマスイブにそうなんですよこれねあの面白いから もう、ペアチケットしか売らないで行こうぜって思ってたんだけど、ダメですね。レイさんからちょっとストップかかりました。うん、ダメっす、お前、ボッチを舐めんなよ。うちの番組見てるやつがそのカップルなわけないだろうと。<laughs> いや、それも、それも失礼だろ。それも失礼いや、ボッチを見捨てたらおしまいだぞ。うん、<や>今、リアジは野口しかいないよい,いやいや、野口も怖い。<laughs> 野口は来ていい、二人で、えー。ということで、ペアチケットはなしにして、もう普通に、あのー、一人ずつ申し込んでいただくんですけれども、えー。何をやりますかっていうとですね、うん なんと、うん、初めてですね、うん、山田レジのバグラビッツと山田レジのヤングサンデー合同企画で、うんえー、やります。うん、あのー、まあ、恋愛会というよりは、こういうのがいい。そう、こういう恋愛がしたい会に。<laughs> の <laughs> すごい痛い痛ややつやりますよ妄想ワンセンシュケ M−1 グランプリをやろうかなと思っておりまして、ちょっともうちょっと詳細詰めて来週大表的に発表させていただきます。はい、そうですね。えー、伊沢さん来てくれます。はい。伊沢さんもちろん来ていただいて、そのまんまバグラミーにもあげる感じなのか,からないけど。バグラビーっぽとやります、ね。けど、はいはい エロいいのやりたですねイブにかなイブに寂しいやつに向けてくだらないことやろうかなとこんな恋愛したいよねこんな彼女欲しいよねこんな彼氏欲しいよねこんな彼氏とこんなことしたいよねみたいな話もしたいですね。ということで年内最後のというか年内最後のという今年最後の公開生放送でぜひ遊びに来てください。今コメントでもありましたけど今年のなんと最後の土曜日大みそかと。 お大みそかですね。久しぶりにやっちゃいましょう。狂ってますよ。年越し生ヤンさん。うるせえ。年越しでやるんだ。やりましょうよ。いえ。パーッと。はい。ねえ。やります。赤も来てくれます。もうみんなで、ワイワイ、ダロくん、ダロくんも来て。はい。今年も振り返ろう。呼びます。うん。パーッとみんなでね、あの、あれ、笑ってはいけないもないし。そうだね。うん。そのまんま寝ずに相棒、元日放送。 いやだから何なの <laughs> 何なの <laughs> なんつってねまだ今年はあのもうあ普通にて定期のスケジュールで,のでそのままやりますそのままやったらねクリスマスイブも元旦もやることになっちゃったんで,そうなんでこれは俺たちが選ばれたって <laughs> 今年は選ばれちゃった <laughs> もうしょうがないうん<ー><ー>引きがいいっすよ今年ははい<ー>そんな感じで寄り添っていきましょう パンチ先生も全然遊びに来ていただいて遠いな。森川先生も。もしかしたらね。もう今年出た人みんな呼んで。るか。全員呼ぼう。ベテラン漫画からすごい人いっぱい揃っちゃうぞ。謎の、謎の豪華メンバーが揃っちゃうやるのもまあ面白いんですけど、まあまあちょっとまだ企画とか全然考えてない。とりあえず大晦日はやりますんで、皆さん。いわゆるもう暇だったら来いよ。うん。気さくよ。暇でしょ。タケ来いよ。うん。暇だったら。いつでもな。はい。みんなたけの映画見てね。よろしく。 4層投げで「SLAMDUNK」だから邪魔できないってなんか見てんじゃん邪魔になるからなんだよ俺が喋ったら。なるからじゃあ後輩いきますかあっちょっとごめんなさいあとあれですあのオープニングムービー選手権今エントリーを開始しておりますこちら全然集まってない <laughs> 作りたいっていう方、うんえー、何の作品かは選べませんどの曲で作るか選べません今回はそれは抽選でやるんですけれども何でもいいから一発作るぞと、えー、ヤンさんのオープニング俺がやってやるんだと盛り上げてやるんだっていう方ぜひエントリーをお願いしておりますお待ちしておりますエントリー12月の31日までとなっておりますので大丈夫ですかねお待ちしてます はいおお待ちしてりますそして6日の午前0時の日本戦実況しますのでぜひ皆さん一緒に実況祭りだわみんなごめんね付き合わせちゃって本当にここでやらないとどうするのっていうねでもんか何 YouTube めっちゃ見てくれてて笑っちゃうねいやお前を見てんの1万人もちょっとね誰も意味分かってないですけ朝の同時接続数700人超えしてたんで大丈夫みんな すごい、<laughs> 本当にありがとうね、みんなで盛り上がっていきましょう、はいはい、じゃあ、後半いきます、サッカー漫画、クロ黒ニクルで遊がました、ベベ本格的にその世の中が地獄になってからのデスゲーム、出るべくして出てるって感じはするよね、結局ね、人間がやってることなんだなっていうのはすごい感じるよね、やってるのは人間だから、何が起こるかかわらないやっぱりサッカーの面白さって、うん、あの薄着っていうのが大きいの、うんうん、ペラペラやん、こんなん